モンスター違う、妖怪。KK ブラザーズを見かけたら声をかけよう。え、マジか。マジか。KK ブラザーズを見かけたら声をかけよう。あっちの方向に、シャシャーって行ったよね。え、その辺にいるの？もしかして。お、USA 横断歩道ウルトラクイズ。アイテムが欲しいか。欲しいっす。オイラの出すクイズに答えられたらアイテムをあげるぞ。なんでそんなことするかって。それはわからんな。では、問題です。桜台地小学校にあるウサギ小屋。お昼にお外で遊んでいるウサギは何匹？知らんがな。3匹。なんとなく。どうよ。お願いします。おー。まさかの奇跡の正解。おめでとうございます。それでは景品のアイテムをどうぞ。銅のこけし。いらねー。またの機会までごきげんよう。いつになるかはわからんな。くだらないものを手に入れてしまった。KK ブラザーズどこにおるんやろ。その辺おるんやろうか、本当に。ん？あれは、なんか妖怪のマークあるけど。ね、なんかこいつ普通に歩きよるけど。お？ウォンテッド妖怪？まさかの？あ、逃げていきましたよ。あれ、ウォンテッド妖怪じゃないですか？てか、私、惹かれかけてるけど。ケイタくん、チャンスです。追いかけて捕まえましょう。待って待って、ウォンテッド妖怪逃走中。もうちょっと今ね、今あれだね。気をつけて信号を見ている場合じゃない。待てよ。おっしゃー。僕、ダソックサイニャロ。ウォンテッドされてるニャロ。ダソックサイ、なんだそれ。洗ってないソックスを煮込み、臭いスープを作った罪にょろ。何してんの。君のソックスも煮込んで飲ませてあげたいにょろ。やめてよ、ソックス飲まないし。ダソックサイが現れた。バトルスタート。びっくりしたね、たまたま見つけたよ。私てっきりさ、KK ブラザーズがおるんかと思いよったもん。見かけたら声をかけようでさ、画面上にあんな妖怪のマーク出とるけん。焦るー。あー、全然叩けない。よっしゃ、来た。チャージ完了。さあ、行け、ハーモニー。癒しのハーモニー。かわいい。超かわいいよ。取り付くわ。取り付いて、取り付いて。さあ、行け、みんな。おっしゃ、来たー。勝利。イエーイ。偶然見つけてよかったね。何のヒントもなしで見つけたよ。負けたニョロ。もうしないニョロロ。ただ臭いスープを飲んで欲しかっただけニョロ。どういう欲なのそれ。ケイタ捜査官、ウォンテッド妖怪に逮捕、ご苦労であった。今回捕まえた妖怪はウォンテッドポイント1200だ。よくわからんけど。このウォンテッドポイントと報酬を交換したければ、いつでも俺のところに来るのだ。妖怪は俺が責任を持って連行しよう。これを報酬だ。受け取るがよい。苦い漢方を手に入れた。頑張ったのに苦い漢方とか渡されるんや。さあ行くのだ、ケータ捜査官。この街の平和を守るために。ラジャ。お、消えた、すげえな。なるほどね。え、そして結局、KK ブラザーズはどこにいるかわからんの。ナビ中って出てるけど。大都会を目指す二人の旅、KK ブラザーズを見かけたら声をかけよう。この目的はナビが出ません。出んのかーい。じゃあそれって、どう見つければいいんだ？やっぱりさ、さっきのみたいに、こう画面上に、妖怪のマークが出とんかな。それとも KK ブラザーズは妖怪のマーク出んかったりするんやろうか。あれは？なんかちっこい緑が動きようんやけど、あれは何？あれじゃない？もしや、もしや。ね、ぽくない、違う？
ほら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 。猫やん。待って。猫やん。ちょっと今のさ、私の期待を返してくれないかな。勝手に期待しただけやけどさ、私の期待を返してくれないかな。もしかしてあれってさ、なんかただ単にこれ見かけたら声をかけようっていうのは、普通に、ただただ普通に、この先、まあ、他のクエストとかこなしよって、たまたま見かけたら声をかけようみたいな感じじゃない。まあ、ずっと出とるけどさ、あの文字。だってここやろ？さっき KK ブラザーズを追ったの。何このマーク。めっちゃ気になるんやけど、何のマークあれ。ほら、ここやろ？で、多分ね、こっちじゃなくって、向こうのね、信号の方向に行ったと思うよ。こっちの方向。なんやけど、まあ、あれか。とりあえずもう、メインのストーリーを進めていこうかなと思うよ。スクラップヤード？スクラップヤードやったっけ？うん、とりあえずそっち向かおう。なんかキラキラ。ガードの進めを手に入れた。至るところに落ちとるね。ちゃんと宝箱に入ってるのもあれば、入ってないのもあるけど、なんか宝箱に入っとろうが入ってなかろうが、あんまり中身っていうか内容変わらんよね。ここやろ？あのクマなんかあるかと思ったけど、なんもなかったわ。よーし、みんな。準備はいいな。おー。大きなガラガラ音と巨人の謎、俺たちで暴いてやろうぜ。もしこれを解決できたら、僕たち、明日からヒーローだよね。うわー、なんかドキドキしてきた。じゃあ行くぞ。ゴー、ゴー、ゴー。おー。早えな。行きますよ。ケイタくん、二人を追いかけましょう。おー。なんかめっちゃタイヤの跡ついたんやけど。ねえ。この後を辿っていったらいいんかな？お、ハーモリー。早速見つかったわ。はい、バトルスタートー。んで、タイヤの跡、こっちね。見えねえ。え？タイヤの跡なくなったんすけど。お、なになに？瓦礫が急に動き出したよ。きっと巨人が怒ったんだ。ママ、助けてー。めっちゃガシャガシャなりよりやん、あれ。ほらほらほら、揺れよる。え、帰ったし。二人とも行っちゃった。ほら、めっちゃガタガタなりよるよ。これ？ケータ、今俺っちたち以外の妖怪の匂いがしたにゃん。まあ、そりゃ妖怪の仕業だろうけど。どうやら瓦礫が動いたのは妖怪の仕業と見て間違いないですね。ケータくん、これから先、注意して進んでいきましょう。これから先？ここじゃないん、目的地は。え、まだ先なの？なに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 ？え、なんか飛び出してきた？またハーモリーたちだよ。どんだけなの？え、収まったし。え、何もないの？なんもないんや。これどこに行けばいいんやろ？とりあえず、こっち？なんか上キラキラしよるけど。お、宝箱。習得、空手講座を手に入れた。なんか前にも拾った気がする。あれ拾えんね。どっか別の場、うー、びっくりしたー。え、もしかしてこれさ、何回でも繰り返すパターンですか？じゃ、とりあえずこっち側行こうか。お、何あれ。強力な容器で封印された扉。それがウォッチロックです。ウォッチランクがウォッチロックのランクより低いと開けることはできません。高いランクのウォッチロックの中には強い妖怪たちが待ち込まれていますよ。今のウォッチランクでは開かないようだ。あ、ってことはこの先にはとりあえず今は用はないってことか。お、キラキラ。容器の粒を手に入れた。やったね。いいものと交換してもらわんと。あ、タイヤの跡こっちに続いとる。続いとるっていうか、また現れたというか。お、宝箱やないか。ほい。
超経験値玉を手に入れた。んで、うわ、びっくりした。いやー、助けてー。うわー、挟まれた。やべえ、逃げ切れるかなって思ったのに逃げ切れんかったやん。お、倒したお友達が近づいてきた。シャカポコシャカポコ、友達になろうよ。イエーイ。お友達と友達になりますか。ほい。お友達と友達になった。あれか、お友達。イヤホンとかの、シャカシャカ言う音のやつ。ニックネームはいらない。お友達の情報を妖怪大辞典に登録した。お友達の妖怪メダルを手に入れた。手に入れたメダルは妖怪大辞典に送られた。なんかよく思うけどさ、イヤホンとかでさ、こうつけといて、周りまでシャカ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 音が鳴りよるのってさ、確実に、はぁ、え、なんか水漏れたんすけど。え、これに捕まってはいけない。なるほど、こっち破壊したよね。あ、ここか。虹色ジェリービーンズを手に入れた。なんかあの、イヤホンつけとって周りにシャカシャカ音が流れる人ってさ、確実に本人の耳おかしくなることね。ん？お、ここに旗のマーク出とるやん。なんとスクラップが道を塞いちゃってます。困ったな。これじゃ先へ進めないよ。そうだ、ケイタくん。近くにあるあれを使えば。あれって？あの巨大なクレーンデュイス。あれでスクラップをどかすんですよ。あれ使えるん？マジで？すげえやん。これやろう？待って、こっち。クレーンドッグを手に入れた。クレーンドッグって何？ホットドッグじゃなくて？こんなの本当に動かせるのかな？なーに、楽勝ですって。クレーンゲームみたいなもんですよ。なわけないやろ。ちゃちゃっと操作して、ささっとスクラップを動かすだけですから。いやいや、こういうのってさ、なんかめっちゃ難しい試験みたいなのあることね。クレーンを動かしてスクラップを取り除きましょう。クレーンのアームは十字ボタンの左右か下画面のボタンで操作できますよ。ですが、スクラップをキャッチすると隠れていて妖怪が出てくることも。おー。アームが妖怪にぶつかるとバトルに。敵を倒したら気を取り直して再開です。お邪魔の妖怪をうまく避けながら全てのスクラップを取り除くのです。さあ、ケイタくん。レッツトライデュイス。イエーイ。で、乗るのこれに。クレーンに乗り込みますか。ほい、乗る。よーし。やってみるか。小学生がこんなものを動かすとは。おー、すげー。で？あ、すごい。なになに、どれ？これ？ゴー。これで動かしたらいいってことよね。おー、すげえ。なんかキラキラしよりはあれ。で？これ？いや、これは関係ないね。どこだ？あ、これ？これを抜ければよろしいの？おー、取れた。あ、モンスター！違う、妖怪。あれよね、ぶつかったら、戦いになるんやったよね。お、また何か出てきた。よし。これめっちゃギリギリじゃない？あ、やべえ。ピンポイントで妖怪捕まえた。ハーモリーを捕まえた。ハーモリーは襲いかかってきた。襲いかかるんかい。いや、そりゃあね。みんながちょっと静かに過ごしよった場所を破壊しているのは私なんだけれども。んで、あ、またこっちに戻されとる。これね。さっきからひょこ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 と。さ、今だ。いけー。お、2匹おったんや。道をすぐスクラップを取り除いた。先へ進めるようになったぞ。おー。めっちゃ使いこなしたね。やりましたね、ケイタくん。これで先へ進みますよ。
なんかできちゃった。狩る。お？しししし。邪魔だったスクラップがなくなってやがる。なんかしんねえけど、ラッキー。いや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 。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。